はい、皆さんこんにちは、シロです。よろしくお願いいたしますということで、今日はですね、久しぶりに、ちょっと過去を含めたランキング動画でございますと。はい、どういうランキングかというとですね、コラボ上級曲、過去に来たやつどれが一番難しかったか。いやー、これたびたび話題に上がるんでございますね。はい、まあすごい、そのコラボの超究極で、最近ね、結構生ぬるいって言ったら言い方はあれですけれども、やっぱ長くモンストをプレイしている人はね、やっぱキャラが揃っていたりとか、ある程度どういうミッションが来たとしても降臨キャラとかも揃っているから、比較的簡単にクリアしてくる超究極っていうのがずっと続いていたと思うんですよね。で、今回の永遠の消防隊コラボ超究極、2つ来ましたね。1個目にジョーカー、そして2個目にショーが、来たと思うんですけれども、難易度どうでした？今回久しぶりにこういう話題になったなと思っているんですよ。もうずっと超究極っていうと、ほんと1週間期間があって、その間に勝てませんでしたみたいなのは、もう最近ほとんど来てなかったんですけれども、それに近い、それを超えるとか、それに並ぶってほどではなかったですけれども、それに近いぐらい、超難しかったとか、超難しいって声を、久しぶりにコラボ超究極で聞いたなと。個人的に思ったんですよね。で、俺もそう思いました。これは結構世間的にも難しかったね、難しいよねって思った人がすごい多いなと思っていて、で、久しぶりに話題が掘り返されたんですよね。どういう話題かっていうと、コラボ超究極で当時難しいやつが来た時に、過去の一番難しいやつだったね、超究極のクエストとかが掘り返されるんですよ。過去の栄光をみんな語るんですよ。こっちの方が難しかった、当時のあれはとかあるじゃないですか。やっぱ当時の難しかったクエストみたいなのが、そういう話題になることがすごい多かったんだけど、最近あまりにも簡単すぎてその話題にならなかったんだけど、ショーの時に久しぶりに聞いた。いや、過去のあれの方が難しかったよとか、過去の超究極あれやばかったよみたいなね。それって結局その場の印象でしかなくて、本当に難しかったのかとか、で、それ体験しない人からするとさ、どれくらい難しかったのかとか分かんないじゃないですか。でも今ショーは難しいってみんな感じてると思うから、それこのままほっといていいのかと。で、俺自分で調べてきたんですよ、今回。先々日、2日前ぐらいに1回動画お休みした日があって、あの日に、いろんな、モンスト勉強会の研究だったりとか、コラボ超究極の動画をめちゃくちゃ見返しておりまして、はい、このランキングを作るために。はい、で、1日お休みしてたんですけれども、面白かったっすね。めっちゃ面白かった。はい。なんで、その差異をちょっと埋めたいんですよね。今、過去の超究極は知らないよと。今、ショーから始めた人もいるわけだから、最近の超究極から始めた人もいるわけじゃないですか。過去のがどれぐらい難しかったのかって分かんないから、その話題についていけないって人もいると思うんだよね。だから、俺が今回、過去の、全てのコラボ超究極で、個人的にですよ。個人的に、だから世間でどう思われてるかは分かりませんけど、個人的に難しかったと思うやつを8つ、ピックアップしてきました。全ての動画見返してきました。はい。で、見返してきて、あ、こんなんだったわつって、何が難しかったかっていうのを説明しつつランキング付けしてきました。で、それに対してショーってのがどれぐらい難しかったかっていうのを、最後にお話をしていこうかなというふうに思いますね。はい。で、大前提として、古いクエストって古いクエストだからむずいんですよ。これどういうことかっていうと、2016年の頃と2023年2024年の今、どっちがモンストのプレイヤースキルが上がっているかっていうと、絶対今じゃん。絶対今なんですよね。それは数々のギミックをやってきたし、いろんなところで何回も同じギミックっていうのを使われてきたから、そういうのも乗り越えてきてるんだよね。なんで、普通にモンストのこれぐらいの判定とか、こう打ったらイレバンスだなっていう感覚だったり、新しい可動打ちの打ち方を覚えたりとか、2反射ぐらい見えるようになったとか、それぞれ身についてるスキルがあると思うんですよね。で、そのスキルっていうのがないまま、今でいうショーみたいな難易度をぶつけられたんで、当時ね、めっちゃ難かったっていう印象がついてると思うんですけど、蓋開けてみたら、今同じパーティーでやったら、こんな簡単だったっけってなると思うんだよね。だから俺何が言いたいかというと、この動画の目標は、当時のコラボ超究極を今のパーティーじゃなくて、当時のパーティーでやらせてほしいよね。俺これずっと言ってるよね。コラボのね、超究極ね、過去のやつね、その当時の構成とか、当時の環境、身とかでやらせてほしいよねっていうのずっと言ってるんですけど、いやー、マジでやってくんないかなと思ってます、未だに。だから、とも言われるじゃないですか。光坂とかトグロとか、もう断るごとに名前聞くと思うんですけど、あいつらをもうボス変えていいっす。だからボスは使えないじゃないですか、コラボのやつだから。だから出てないんでしょ。あのボスをもう変えてもいいから、同じ感じでやらせてほしいっすよね。めっちゃやらせてほしくない？
あの当時のあの環境でこんなやばかったんだみたいなのね、すげえ思ってるんだけど、まあその懐かしさもね浸りながら、ランキング付けしていこうかなと思います。じゃあ8位からいこっか。はい、順にいきます。8位、こちらワンピースコラボ、カイドウですね。はい、カイドウ。ただカイドウを普通に攻略するではなくて、カイドウの中にも火属性を2体以上編成してクリアってミッションがあったんですよ。うん、カイドウ水ね。で属性攻撃もバチッコリしてきます。バッチバチにやってくる。うん、なのに火属性を2体入れてねって言ってくるの意味不明だね。まあこれはね、当時そのワンピースのガチャ券だったルフィがね、思いっきり適性を取ってたってのもあって、まあ、ルフィを使ってねって意味のミッションだったんですけれども、いやこれが難かった。その非属性枠っていうのがそもそもルフィ、あとは、ナーツの大罪のバンとか、あとは鬼丸かのあたりがいないとマジできつかった。うん、あのねこれちょっと一問補正も入ってるかも。一問でもカイドウもうね激戦を繰り広げた記憶があるんですけど、頼むお願い、弱点がない弱点特攻、いけいけいけ、わっしゃあぶねえ、あぶねえってー、そうだろう、あぶねえ。マジムズかったんですよね、カイドウのクエスト自体が。でそれに火属性2体入れるっていうのがもう死ぬほど難しくて、なんかすごい印象に残ってますね。はい、でどういうところが難しかったかっていうと、なんか狼の雑魚、まあ、ワンワンの雑魚を倒すと、敵が、あ、味方が攻撃アップするんですよ。うん、でそれを倒さないで置いておくと味方全体が攻撃ダウンしちゃうみたいなあれなんですよね。で定期的にそうやって蘇生されるんですよ。だから出てくるたびに倒して攻撃アップを味方に付与しなきゃいけないし、ほっといちゃったり位置が悪かったりするとそいつが全体を攻撃ダウンしてきたりするんで、めちゃくちゃその攻撃の上下っていうのが難しかった。でなおかつそれに加えてもう一体ビゼラーみたいなのがいるんですよね。はい、でビゼラーを倒すと敵が防御ダウンするんですよ。この2つがないと攻撃があんま入んないよってステージだったのね。うん、ワンワンで攻撃アップ、ビゼラーで防御ダウン敵して、うん、でその2つを合体させて倍率入れて敵を殴っていく、でも硬いってクエスト意味わかんでしょなのに硬い、うん、だからそもそもどっちかが欠けてるとほぼダメージが入んないんだよね。で両方があったとして両方コントロールできたってなってもめちゃくちゃ攻撃を入れないと硬くてダメージを稼げないっていう、もう鬼畜ステージだった。めっちゃ難しかったですね。でなんかね、蘇生のタイミング、蘇生のスパンがめちゃくちゃ短くて、画面外のなんかが、ひたすら雑魚を蘇生してくるんですけど、あ、敵そのワンワン倒して攻撃アップした、よし、じゃあ次ビゼラー倒そう。で、ビゼラー倒して敵防御ダウンした。よし、ボス攻撃しに行こうってなったら、もうなんかワンワン蘇生されてるみたいな。そんなんばっか。もう一生なんか雑魚何かしらが蘇生されてるっていうので、なかなか中ボスボスの攻撃に移れないみたいなね。もう本当にピンポイントピンポイントやることをやっていかないと、削れなかったっていうステージだったね。うん、だからめっちゃ難しかった。で、雑魚も雑魚セットになったりしてすごい難しかったし、なんせね、当時やっぱ転送壁持ちがいなかったんで、転送壁出てくるんですよ。その転送壁も避けつつとか、利用しつつ、戦っていかなきゃいけなかったんで、まあ、ここ3年ぐらいの中でも割とトップの方に来るような超級の難易度だったんじゃないかなと思いますね。ただね、クエストが結構ちゃんと面白かったんですよね。めちゃくちゃよくできたクエストにはなってたんで、なんか入れ番して、なんか倒しちゃうとか、そういうなんか理不尽な負けみたいなのがそこまで大きくなかった。まあたまにあったけど、うん、あったけど、なかったから、まあ完全に、普通に面白いクエストとして1問でも頑張って挑戦したぐらいなんで、楽しかったっていうイメージがありますね。うん、カイドウは楽しかったしね。でもまあ8位なんですよ、これで。これで8位なんだよな。うん、はい、じゃ次7位でございます。7位もミッション系ですね。鱗滝さんですね。はい、鬼滅の刃コラボ。第何弾だったかな、忘れちゃった。1弾だったかな、これ。うん、1弾だね。鱗滝さんのミッションがございましたと。はい、超究極ですね。で、鱗滝さん自体は良かったんですよ。鱗滝さんを芝くっていうのは、まあ全然、まあ全然ではなかったけど、弁慶とか使ったりしてれば、まあそんなに難しいクエストではなかったんですけれども、ここに、反対属性のみでクリアっていうミッションが追加されたんですね。意味わかんないでしょ。あ、それのね、報酬がね、柱っていうね、あの勲章をもらえたんですけど、だからあの柱っていう勲章の、バッジつけてる人は、この鱗滝ミッションをクリアした人ですね。はい、だからそれ持ってる人は、あの時のやばい環境を乗り越えた、ね、顔つきの違う猛者たちです。あれは、まあ本当にやばかったっすね。火属性のみ。はい、敵水ですからね。
でそれに対して火属性4体でクリアしろっていうミッションで、だから張飛とか炭治郎とかが強かったんだけど、まあ、その2体がいないと結構絶望だったと思う、うん、だってそもそもなんか炭治郎艦隊とかでやってなかったっけ、炭治郎張飛とかだったっけとかでめちゃくちゃやんなきゃいけなかったんですよね。でも硬かったからね、うん、それでもめちゃくちゃ難しかったですねこのクエストは。はい、で何が難しかったかっていうと、まあ、そもそも敵からの火ダメージっていうのが当たり前のように痛いですよね。いやそれはそうなんだ、うん、なんでかっていうとこのステージ反対属性のみでクリアってミッションやってきたくせに属性効果アップしてるステージなんだよね。意味不明でしょ。え、なんで属性効果上げたんだろうって今でも思ってますもん。本当に痛かったし本当にダメージが入んなかった、うん、属性効果が上がってなくてももともと属性有利不利の関係って 1.33 倍ずつ入るんですよ。その分軽減も入るんだけどってのがあるのに属性効果アップしてるからその効果 1.5 倍ぐらいになってんすよね。ダメージ入んねえわ、他のやつより 1.5 倍ダメージ多く受けるわ、でもめちゃくちゃ大変だったっすね。はい、で火ダメージが大きいのになんか知らねえけどニードルパネルとか出てくるし、火ダメージ全然与えられない、あ、ダメージ与えられないのになんかめちゃくちゃ硬いガキーンとかいう岩出てくるし、マジイライラするよねあのクエね。いや本当にやばい、え、これ削れるやついるんってなったもん最初。いやあれマジで覚えてるね、狂っちゃったのかなと思ったもん、うん、でなんか岩そのガキで鱗滝さんのステージまで行ったら張飛の SS とかそういうのでうまく立ち回りができるんだけど、ほとんどのストライカーがもう中ボスのただの岩っころにやられてましたね。あの原作再現でね、なんか岩を切るみたいなサビトのところであったと思うんだけど、あの再現でなんか岩のねもうゴミみたいな雑魚が出てくるんですよ。でそいつのヒットポイントが死ぬほど硬くて、でなんか周りになんかね天使だったからなんか雑魚がいて、でそいつらが倒すとなんか銀色のプラチナ砂時計みたいなのが湧いて、それを取ると全員 SS 全開になるみたいなのがあったんだよね。であれを1個だけ取って SS 打ってダメージ出して、で次のターンにもう1個取って回収して、その次のターンにもう1個 SS 打ってっていうね、その SS を全開にして使って全開にして使ってみたいなのを繰り返してその岩を削って頑張ってた気がしますね。いやあれマジ難かったよな、うん、なんか今話してたらこれ7位じゃねえ気してきたもん、うん、あれめっちゃ難しかった記憶ありますね。はい、なんで当時の思い出も含み超きつかった、うん、まあこれもよく名前上がりますよね、超究極難しかったっていう話になるんで。はい、では次でございます。はい、6位でございます。6位はですね結構新しめ、はい、2023年、うん、もう去年だね。はい、鬼舞辻無惨2。はい、鬼舞辻無惨はですね2回降臨しておりまして、これ2回目の方で降臨した方の鬼舞辻無惨ですね。はい、これ難しかったっすね。はい、1個目の無惨の方が、まあ、この後に来るんですよ。まあ、6位5位両方いっちゃいましょうか、6位に鬼舞辻無惨の2回目の方、5位に鬼舞辻無惨の1回目の方、俺個人的にはランクインしておりますと。はい、いやこれ難かったよ、うん、鬼舞辻無惨の2回目の方から言うんですけど、まあ、6位の方から言うんだけど、これなんで難しかったかっていうと価値の管理が難しかったんですよね。はい、だ価値を倒すと、敵が、防御ダウンするからダメージが入るようになるんですけれども、敵の攻撃ターンの短縮も行われちゃうんですよね。はい、で各マップ 2,3 体ぐらい価値が出てきてまして、でそれを3体ポンポンポン倒しちゃった日にはもう短縮みたいので敵の攻撃ポーン飛んできて終わるんですよ、死亡。はい、これなんですよね。はい、だから 1体だけ価値を倒して防御ダウンして短縮は入っちゃうけど、でそっから立ち回ってそれ以降敵に攻撃していく上では価値を倒さないように立ち回る、で価値倒しちゃったら短縮されてボーンってやばい攻撃飛んでくるみたいなステージでした。はい、だからそれゆえにですね、なんかねクエストの難しさってよりはなんかね入れ番するとかの難しさがやばかったんですよ。はい、だから価値倒して敵防御ダウンしてで短縮されちゃうでしょ、まあ、1回の短縮はしょうがないんだよ防御ダウン入れるために、うん、でその後攻撃していく、よしあとはうまく弱点殴ってポーン入ればーん勝ち勝ちみたいなね、えみたいな、勝ち2体倒しちゃったから短縮された、はい即死みたいなね、これマジでクソだった、うん、だから6位にした。体感の難しさだったら俺初回無惨より難しく感じたんですけど、クエストがむずいっていうよりはそもそもこの入れ板とかで運要素のところで難しさが変わってきちゃってるっていうので、どっちかというとムカついたって感じですね。完成度が低かったって言えばいいのかな、うん、なんで俺個人的にはめちゃくちゃ嫌いでしたね。まあ、結果ねやっぱ難しいクエストやって無事クリアできたっていうので、いや楽しかったーに俺当時は繋がってたんですけど、でも冷静に考えてみて今見たらやべえなこのクエストってなりました半端なかったっすね。で今言ったのに加えて
まあ、なんか倒さなきゃいけない敵がめっちゃ多かったんですよね。うん、でなのにそのボスも硬いんですよ。うん、だからもうそもそもキャラパワーが高くて、でギミックがね確か重力だけとかだったんですよね。うん、それゆえにですねいけるキャラがめちゃくちゃ多かった。はい、なんでモンストの最前線で戦ってるようなヤクモ、ルナ、あとはキリンチとか、あとは、デビパンとかも使ったかな。もう当時のなんかむちゃくちゃ最前線にいる AGB 持ち、アンチ重力バー持ちっていうのがもう全部かき集めて、やっと戦えるみたいなぐらいのクエストになったんですよね。でその前提の硬さ作られてみよ、うん、もう死ぬほど硬いんだから、もうやばかったっすね。めちゃくちゃ硬かった。ルナバフ入れた、キリンジ、ヤクモとかでようやくおめっちゃ削るって体感できるぐらいには硬かったっすね。うん、なんでそれを入れ版とかルートミスとかしないで、まあ、価値のしね倒さないで戦っていくってクエストでしたね。めっちゃきつかったっすこれ、うん、これめっちゃなんか発狂した覚えがあるもん、うん、なんか、うん、もうクソきつかったっすこれ、うん、ほんと きつさのあれが違いますね。めっちゃ立ち回りも綺麗でめっちゃうまくいってんのに、一回入れ版してポンポンって勝ち倒した瞬間に終わるからむっちゃきつかったんだよね。であとね、その価値の短縮っていうのも結局何体倒してもなんか即死みたいになんないことはたまにあるんですよ。これなんでかっていうと、敵の攻撃パターンになんか攻撃アップとなんかめっちゃ強い攻撃みたいなのが2つあるんですよね。でそれが1、1で重なったら終わるんですよ。このめっちゃ強い攻撃っていうのは普通に短縮されても耐えれるんだけど、攻撃アップっていうのが重なっちゃうと意味不明なダメージに上がるんですよね。はい、だからそれを合わせないようにするっていう、なんかそのターンの見極めみたいなのも必要で、なんかショットとは別にその知識とか状況判断力みたいなのも問われるようなクエストだったから、まあ、結果的には面白いクエストだったんだけど、仕様的にねどうしても入れ版が敵になっちゃうから体感は悪かったかなっていうイメージを受けましたね。はい、これが無惨の2回目でございます。はい、では無惨の1回目に関しては、こちらも鬼滅の刃コラボ2022年の、コラボ超究極クエストだったんですけれども、これ難かった。でね、無惨のね俺一番好きなとこ言っていい？1回目に降臨した時の無惨のラスゲね、1回目の無惨よのラスゲが2回目に降臨した時の無惨の最初のマップになってたんだよ。これ前回のラスゲじゃない？え、これ前回のラスゲなんだけど。え、そうだよね。え、俺この5体の配置覚えてるぞ。これ前回のラスゲじゃねえか。これめっちゃ良かったっすね。俺なんか奇跡的にそのイメージがあったの。なんか鬼がすごい下、加減の鬼をイメージしてるのか分かんないですけど、なんか鬼が下にこう三角形に並んでるっていうあれがマップだったんだよね。逆三角形だったかな、に並んでるマップだったんだけど、それがその2022年のラスゲだったんですよ。でそしたら2023年の一番最初のマップがそのマップなんですよ。あれすごいなって俺今でも覚えてるわ、うん、だって今調べてなくても思い出したもん、うん、すごい印象に残ってるんですけど、まあ、その印象があったらすげーですね。もうクソらすげー、やばかったよあれ、うん、マジでやばかった。まあね、無惨はね、まあ、当時の動画見てくれた画像、ライブとか見てくれた人は分かると思うんですけど、なんか霧がやばかったんですよね。なんか10万とか食らう霧を打ってくんですよ。はい、でヒットポイント個別ステージなんで、霧10万ポーン受けたとしてもそいつしか死なないんですよね。うん、なんだけどそれ同キャラ入れてみよ、俺開幕キスキルリラ呼んでいったんだけど、キスキルリラ呼んでいって、なんか1ターン目になんか鬼が10万の木ポーン打ってきて10万伝染してなんか即死して終わったイメージがありますね。うん、覚えてる今でも。めっちゃショックだったもん。キスキルリラね、ザーさんが声優さんで俺めっちゃ好きだから、もう紋章証も全員行って、もうガチガチに9過激とか厳選したのに、その個別ヒットポイントってのを見てね、チビンやしわざわざ厳選し直したんですよ、過激落として。でキスキルリラ呼んで、よし行くぞガチガチだって言って行ったら、霧でパーン吹き飛ばされて、なんかむっちゃムカついた記憶がある。うん、めっちゃえってなった記憶がありますね、あの無惨の時ね、うん、あーやった、なるほど、これ回復か。はい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 、まあ下にしたのは逆にいいか。おい逆にいいか。おい、いやーすげえ面白かったんですけどね。はい、でまあ個別ヒットポイントだったんだけど、回復手段ってのがヒーリングオールとかハートとかではなくて、だから価値を倒すと全体回復とかだったんだよね。なんでその価値のなんか倒すタイミングみたいなのがセンス問われるようなクエストだったと思いますね。はい、でね、とにかく難しかったのが、まあ、霧のダメージで確定で死ぬやつが1体生まれるから回復しなきゃいけないっていうのもそうだし、あのね、ラスゲだね、とにかくラスゲに結構な割合振られてたと思います。鬼がめっちゃ出てくるんですよ。うん、鬼がめっちゃ出てきて、で拡散弾も
撃ってくるんだけど、その核散弾も死ぬほど痛くて、でなんか光の鬼かなんかが攻撃短縮してくるんだっけな、なんかそんな感じだった気がする。でもうそいつも倒さなきゃいけないしっていうので、雑魚処理雑魚処理しまくって、よし倒した、ボス攻撃しに行こうってなったら雑魚蘇生されるみたいな、結構グロいクエストだった気がする。なんか雑魚の蘇生タイミングっていうのがめっちゃうまかったんだよね。なんでもうすごい難しかった。でシャーロック・ホームズが伝説を始めた日でもありますね。シャーロック・ホームズって数々の超級力をぶっ壊してきたんですけど、ここももう一強レベルで強かった記憶がある。めっちゃ強かった。でホームズなんか2種類イラストあるんですよ。で霧ってイラスト違いかかんないんですよ。ホームズホームズって入れててもイラストが違ったら伝染しないんですよね。でそれがあったおかげで、なんかキスキルリラとなんかモンカドバージョンのキスキルリラとか、ホームズとなんか新種ホームズか振袖ホームズっていうのの、なんかそのイラストの違うホームズっていうのを2種類編成して、ホームズ2体前提霧は受けません状態じゃないと結構難しかった無惨は。そんな記憶がありますね。だからキャラも必要だったし、キャラがいても使用が難かったんで、めっちゃ難かったって感じですね。当時この無惨が降臨するときに、もう運営さんがもうモンストニュースのときに過去一むずいっていうのを言ってたんですよね。でまあそれに応えるぐらいの難しさはあった。まあ今回5位ですけど、めっちゃ難しかったっすよ。ちゃんと難しかった。でこれすごいのがさ、当時むずいならわかるよ、キャラが少ないし、ピンポイントのキャラを適正にすればいいからむずいって感じさせるのはむずいね、楽だと思うんですけど、もう2022年23年とかこの鬼舞辻無惨さ、もうキャラパワーやばいじゃないですか。まあ、それこそ23年に関してはヤクもいたりするんだよ。なのにさ、この環境でこの難しさっていうのを体感させてくるすごいよね。めっちゃすごくないですか。 PS もプレイヤー的にはもうこれぐらい PS 上がってるからって、これぐらいの難易度は難しいにならないだろうみたいなのも読んでるわけじゃないですか。めっちゃ難かったもんね、ちゃんとね。これマジいいクエストだったよな、そう考えるとな、無惨はな。無惨で言うと俺は1回目の無惨の方が好きでしたね、クエストは。マジでもう正面からぶつかってくる難しいクエストって感じがした。まあ難しかったです。はい、ではここからはレジェンドの領域に入ります。4位3位2位1位に関しては多分当時からほぼ全てのコラボ超級曲やってる人はこの4体中3体がトップ3に入っていると思います。間違いないと思いますね。もうね、レベルが違います、難しいので。俺は結構やっぱその当時の記憶だから、当時の印象が難しいって言ってただけでしょって俺思ったんですよ。たびたび思ってた。もういいよその話って、光サガとかトグロとかもういろいろ話出てくるけど、もういいよ。いやだから当時やっぱ下手だったし、そのキャラも少なかったし、それが難しいって印象つけてるだけじゃないのって、まあ自分も体感して難しいとは思ってるんですけど、多分当時の記憶だからなって言って見返したんですよ。バリムズいね、もうやばいやばい、あのね、殺しに来てる、無理っす、もうあれはね、いやちょっと俺当時の動画見てちょっと笑っちゃったもん。あれもう理不尽すぎって、いやあれ理不尽よ、あれは理不尽、いやこれ、ね、全部理不尽っす、ちゃんと4位これやばいっす、本当に笑っちゃった。これは絶対言われるわって思ったもん。いやこれはむずい。じゃあ4位からいきましょうか。はい、4位、2017年、はい、潜水しのぶでございますので、ね、悠々白書ですね。はい、潜水しのぶのクエストでございますと。はい、これどういうのが難しかったっていうと、まあ単純なんですよ、ギミックは。重力が、まあ、メインのギミックになってまして、なんか魔導士がね、敵の攻撃アップをしてくるんですよね。はい、でしかもそれが蘇生もされるし、なんか2体出てきた時とかは2体蛇精ループとかもし始めるんですよね。これ序の口ね。はい、で攻撃アップしてきたらもうなんか普通の攻撃とかもなんか即死級の攻撃になったりするんで、もう絶対倒さなきゃいけない。はい、しかもなんか開幕でやってくる、意味不明、なんか意味不明、開幕だったかな、まあ1ターン2ターンとかなんか普通にやってくるんで倒さなきゃいけないです絶対。はい、なのに蘇生されるし蘇生ループもしてくる、意味わかんないね。で別にワンパンとかじゃない、ちゃんと倒さなきゃいけない。はい、もうこれだけで超むずいじゃん。それじゃない。はい、で重力のクエストなんですよね。でも一応ダメ音がね、今で言うとびっくりマークじゃないダメ音が出てくるんだけど、まあ即死じゃないんですよ。はい、けど適性がそもそも重力バリアでいかないとキャラパワーは足りないんで、重力だけのキャラでいくことが多かったんですけど、ダメ音が普通に出てくるんですよ。はい、でまだ縦両面とかね、意味わかんないじゃん、もう縦軸しか弾けなくなっちゃうじゃないですか。はい、っていうのをやりながらその魔導士とかを倒すよっていう感じだったんですね。はい、で、まあ、当然のようにもう即死打ってくる鬼が出てきます。はい、鬼出てきますね。はい、ここまあいい、ここはまあ最近だったらまだあるか、最近でもまだあるから全然いいんだけど、でなんか知らないけど十字レーザー雑魚も出てくるんですよね。はい、で十字レーザー雑魚の十字レーザーめちゃくちゃ痛いんですよめちゃくちゃ痛い。
めちゃくちゃ痛いのに画面の端っことかにビットン十字座庫みたいな感じとか十字座庫壁みたいな感じでカンカンするポイントがあるんですよね。でそこにピンポイントでカンカンして倒していけよっていうところなんだけど、当然そのタイミングにもダメージオールが貼られていますので、ミスったらダメオールで焼け死にます。はい、でミスらないでカンカンしてねっていうクエストね。はい、まあ、今言ったのが全部重複して出てきます。全部同じタイミングで出てくる。はい、でもっとやばいのが、そういうのを抱えたまま、まあ、中ボスの時になんか反撃でほぼほぼ確定の気絶をしてくるレーザーみたいなのを一定方向にパンを打ってきたりとか、うん、してくるのと、でなんかね、このクエストそもそも耐久しながら戦っていくっていうクエストなんですよ。雑魚の処理をして呼び出された雑魚とかも倒して、で盾が湧くんですけれども、その盾を取って、まあ、なんか即死級のダメージみたいなのを防ごうねっていうようなステージだった気がするんですよね。はい、なのにもかかわらずボス戦以降ですね、ボスが近くにいる味方をポンと吹き飛ばすような攻撃をしてくるんですね。はい、でアイテム湧くのどこですかと、まあ、壁ですよね。こう壁のどっかに湧くんですけれども、その壁に対して吹き飛ばしてポンを重ねられて、全然盾欲しくないタイミングで盾を強制的に取らせてくるっていうね、もうクソみてえな仕様やばかったっすね。うん、当時の動画で俺ブチギレてましたもんもうあれは怒る、あれは怒るよ、うん、飛ばしすぎって、うん、なんで盾強制的に取らせてくんのって、盾残してるんだ、その攻撃が来るってタイミングによし盾を取ろうねって計画を立てて、でそれに合わせたように攻略をしてるのにポーン吹き飛ばして盾に重なって強制的に取らせてくるっていうね、もう鬼畜ムーブ、あれやばいね。入れ番ないってちょっと願ってください。このゲームにはある。おーやばい、やめろスターショット、しいえ、危ねえ。うーん、いや見直してびっくりしちゃった。今ない。今そういう理不尽系ないんですけど、当時は割とあったそういうの。うん、挟まってるところからウィンドで吹き飛ばしてくれないとか、もう挟まって積み位置スタートなのに位置変えてくれないとか、今結構気遣ってくれますよね。うん、庭園銃とかさ、はまった後上行っちゃったとかもウィンドでこう下に寄せてくれたりとかさ、ああいうのいろいろあったりすると思うんだけど、当時そういうの全くなかったんで、もう余裕で頑張ってそっからみたいな感じでしたね。うん、できつかったっていうのと、あとなんか知らないけど潜水忍がね、ボス戦ね、変なオーラまとうんですよ、モヤモヤした。はい、でそうすると敵 の受けるダメージなんかカットするみたいな、うん、だからやっと雑魚処理終わった、よし攻撃移ろうってなったら、なんか急に敵オーラまとい始めて全然ダメージ入らなくなるっていうね、あれマジ意味不明、うん、なんだったんだいやマジでやばい、本当に難しかった気がしますね。うん、で今言ったその魔導士やら十字雑魚やらっていうのがあるんだけど、まあ、それ倒してる間に敵の呼び出しとかもあったりするんですよ。もうわけわかんなかったですよ、うん、もうね、えこれまだ呼び出すんみたいな、で呼び出してる間に蘇生とかもあるんですよ。もう意味わかんなかったっすね。うん、だから当時ウリエルがいなかったらめっちゃきつかった。なんでかっていうとウリエルは当時からも重力ダメオのキャラだったから、重力バリアダメージオールで、まあ、号令で雑魚の処理とかを簡単に行えるウリエルがめっちゃ強かったんですよね。うん、なんでウリがいないともう本当にきつかったんですよね。でその時の当時の特化キャラね、ライゼンだったりとかも重力だけしかないようなキャラだったし、めっちゃきつかったんだよな。ほんと難かったね、忍は。うん、これは確かに今でも語られるだけあるわってちょっと思いました。うん、これ難しかったと思うわ。さすがにむずいクエストだったのと思いますね。はい、いやこれちょっと面白かったもん、見直してて笑っちゃった。うん、だから気になった人見直してほしい、はい、いやマジ面白かったから、本当に面白かったっすね。はい、では次3位、2018年でございますね。はい、銀魂コラボから高杉、こちら。はい、マジで、うん、まあ、高杉はね、俺正直今回ランキング5位6位とかに入れたんですよ最初で。まあ自分のランキングっていうのをイメージで最初作ってね、あこんなのがあってこれぐらい難しいイメージがあるなっていうイメージランキングみたいなのを自分で作って、でその後に動画を当時の見返してってやってたんだけど、高杉やばい、うん、もう3個ぐらいポン上に上がりました。いやこれやばいわ、うん、えこんなん俺6位ぐらいの印象だったのって思った。当時結構簡単にクリアしてたのかな、もしかしたらね、うん、だから印象があんまり大きすぎはしなかったんだけど、これやばいこのクエスト、うん、2018年内のクエストが一番むずいと思う、これやばい難しかったですね。でどういうクエストかっていうと、なんか、まあ、そもそもなんか
ヒーリングウォールを展開する、まあ、ヒーリングウォールは結構肝になったクエストだったんですよね。回復手段がヒーリングウォールになってまして、ヒーリングウォールの初期回復量が400、500ぐらいしかないんですよ。意味わかんないじゃん。10回触れて4000回復だよ。のくせ的にバッチバチ強い攻撃してくんだけど、このヒーリングウォールの回復量ってのを上下させるクエストだったんですね。はい。なんか光の天使と闇の天使みたいなのが出てきて、でその天使の光の方が敵全体の攻撃ダウン、闇の方が敵全体の攻撃アップみたいな感じだったんだよ。全体がちょっと覚えてないんだけど、で攻撃アップした状態の敵がヒーリングオールを展開すると、基本的にヒーリングオールの回復量って上がるような仕様になってるんですね、過去のクエストを見ても。で当時その高杉の時にその知識が俺なくて、ヒーリングオールだから要は攻撃ダウンしたらヒーリングオールの回復量下がるんですよ。でただでさえ400、500しか回復しないヒーリングオールですよ。これが40とかになるんですよ。意味わかんないじゃん。ヒーリングオールで当時回復しに行くじゃん。 40ってやばくないって。敵の攻撃普通に3万4万とか食らうのに1フレーム中回復って、お前これ人バカにしてんかってなって、なんか怒ってた。いやあれはわからん、普通にね、普通にわからん。で攻撃アップしてヒーリングオール展開させたら、まあ、2600、500ぐらい回復するのかな、っていうステージになってて、まあそれをうまく使って敵の攻撃が上がってもいいタイミングでアップしてヒーリングオール展開させて回復して、嫌なタイミングでは敵の攻撃下げてみたいなクエストだったんですよ。そのコントロールも難しかったくせに、天使が普通に殴ったら死ぬんですよ。だからやばくて、光天使だけぶちのめしちゃったとかなっちゃうと、もう敵の攻撃ダウンする手段がないんですよ。もう敵の攻撃上げるしかない、だからもうゴリ押ししなかやることがないみたいになっちゃった。まあ蘇生はされるんですけど、まあそういうようなクエストになってて、まあそもそも今の聞いてる段階でめっちゃむずいじゃないですか。はい、そういう難しいクエストだったんですね。はい、でそれに加えて初めてだったのかな、あのカメムシザコが出てきて、カメムシザコが初の SS チェーン打ってきたんですよね。はい、だから今言った段階で回復の SS とかも使えなかった、使いづらかったって言えばいいか、遅延があったから使えなかったし、まあ大号令とかのゴリ押し戦法みたいなのもちょっと取りづらかったんだよね、カメムシに遅延されて。でその遅延のカメムシが1体とかじゃなくて2体とか出てきたりするから、もうバッチバチに遅延されるんですよ。で、もうゴリ押し戦法もできないし、天使をしばくっていう方法も使いづらい、 SS ヒットポイント回復もちょっと厳しいしっていうので、もうそのカメムシとか闇天使とかを開幕でどちらかが処理できないと各マップ結構詰みの状態から始まるみたいなぐらい難しかったっていうイメージがありましたね、見直した感じ。めっちゃきつかった、でこれがね、このクエストが起点だったのかもしれませんけれども、まあ、完全に紋章ゲーでしたね。はい、当時多分 SS チーム向こうはなかったのかな、だがヒーリングオールマスターはあったんですよ。だから40のヒーリングオール回復量っていう敵の攻撃ダウンを下げてるって状態でもプラス3000とか回復量が上がるんで、ヒーリングオールマスターだったら常に回復できるヒーリングオールが展開されるんですよね。はい、なんでもうそのヒーリングオールマスターっていうのがあって前提のクエストだったかな。それでも難しかったように見えましたけど、もう意味不明ですね。だからまあ紋章ゲーっていう言葉を生んだクエストでもあるのかな、一応ね。まあそれぐらい露骨に紋章が欲しいみたいになるクエストあんまなかったと思うんで、ここでやっとね紋章の価値を上げに来たみたいなとこだったと思いますね。で言ってなかったですけど、なんかボス開幕は、各マップなんか知らないですけど4万ぐらいの落雷降ってきます、開幕で。もう意味わかんないでしょ。今のヒーリングオールのヒットポイントの回復量の感じと SS チェーンのある感じで開幕落雷があるの意味わかんないでしょ。本当に意味わかんなかったですよ、これ。見直したけど、どうやって勝ったんっていう感じだった。当時のキャラとか。だって普通にラバエルとか使ってましたからね。重心化とかじゃないですよ。重心化ではあったか。重心化回ではなかったのかな。人によってはクシナとか入れてましたからね。3位だね。文句なく3位のクエストだったんじゃないかなっていうふうに思いますね。マジむずいっすね。いや、ちょっと前、この絶望伝わんないと思うからさ、マジで動画見ておいてほしいわ。でも、わかると思う。当時の。あ、やばそうだねって。これやばいわってなると思いますね。当時の今の技術を持ってしても結構難しく感じるんじゃないかな、トップ3は。はい、では2位いきましょう。2位、まあわかりますね、幽遊白鳥。2016年、どんだけ昔だ、トグロ 100%。 はい、多分ですがクエスト制作者さんは2016年に相当嫌なことがあった、相当嫌なことがあったと思いますね。ちなみに1位、2位どちらも2016年でございます。めちゃくちゃ嫌なことあったんだろうね。2位、トグロ 100% ですね。これマジでクソ。あんまり言葉汚くしたくないですが、クソです、これは。やばいっす、これ。
まあ、そもそも出てくる敵ほぼ全て魔族になってきますので、魔族キラー EL とか魔族キラー L、 あとはもう魔族キラー持ってるプラス何か強いものを持ってるみたいなのが、ある前提で作られたクエストになっております。じゃないと削れません、うん、マジでそもそも雑魚もボスも中ボスも全部硬いカッチカチ、はい、なのでキラー全体ね、うん、なのでアルキメデスとかスピカとかが強かったよね。なんでその辺がいないとちょっときついっていうところですね。はい、でどういうクエストだったかっていうと、まあまあ出てくる敵全部即死持ってますみたいな、うん、なんかスペースがあったらそこに全て即死を持ってる鬼置きましたみたいなクエストです。ほんとにやばいです。ちょっと見てほしい。各マップのその攻略のページとかで、その各マップの出現の敵見てほしい。もう至る所に鬼いるからほんとに、てか鬼しかいなかったんじゃねえかってぐらい鬼がいる、うん、でその鬼が全部即死持ってる。意味わかんないです。本当に心から意味が分かんないと思いました。見直しても何回見ても意味分かんないですね、うん、で中にはね、なんかその色違いの犬鬼がいるんですよ。敵水属性なんだけど、中に一体だけなんか光属性の鬼みたいなのがいるんだけど、そいつがなんか攻撃アップしてくるんですよね、ボスとか中ボスの。でそれ食らっちゃったらもうとんでもないダメージになるんで、絶対にその光属性の鬼はしばかなきゃいけないし、かつ即死もあるから水属性の鬼も倒さなきゃいけない、うん、でその鬼だけだったらいいんですが、なんか当たり前のようにゾンビくんも出現しまして、そのゾンビくんがなんでか分かりませんが鬼を3体ぐらい蘇生していくんですよね。はい、よし鬼全部処理できたっつって、で、蘇生あのね即死防いだ、攻撃アップ防いだ、はい蘇生みたいな感じです。はい、いやいつ中ボスとかボス攻撃するんっていう感じですね。うん、これはねやっちゃいけない。今やったらすごくなっちゃう本当に。でね、見た感じゾンビも別に柔らかいわけではないですし、鬼も柔らかくないんですよ、うん、キラー前提でキラー EL 持っててもちょっと硬いなって思うぐらいに硬かったです。もうこれはマジで意味わかんないね、今考えたら、うん、マジで意味わかんない。だからかもうなんか今のイメージで言うよ、マサムネめっちゃ火力高いじゃないですか、ファーストキラーとか持ってて、うん、あいつで殴ってんのに雑魚が硬いと感じるみたいな感じ、うん、でそんな感じよ本当に。うん、それぐらいには、ちょっときつかったかなっていう、ステージでしたね、はい、でゾンビはまあ序の口なんですよ実はね。中ボス以降はですね、中ボスとかボスがその蘇生をしてくるんですよね、うん、わけわかんないじゃんもうそうなったら。ゾンビのところはゾンビ倒せば蘇生止まるよ、うん、もう中ボスボスに関してはさもうダメじゃん、もうそれやってきちゃう、うん、それやってきたらだってもうそのマップクリアまでだって蘇生止まらんやんね、それ本当にやばかったよこれ見たからアンチ、はい、でかつなんか死弾っていうそのトムロの技があるんですけど、それをなんか2ターンに1回か3ターンに1回ぐらいペーン飛ばしてきて、それも結構痛いんですよね、うん、まあ、それ以外の爆発の攻撃とかも痛かったりするんで、当然のように火ダメージも痛いと、はい、だから道中鬼処理したくても回復に行かなきゃいけなかったりとか、はい、そういうところもあったりするってところですね、うん、だからまあ鬼処理蘇生されてまた鬼処理しないといけないっていうので、もう無限にそれがループするんで、鬼を処理しつつボスにダメージを出すみたいなのが必要だったんだよね、はい、だから SS 打つターンってのもすごい難しかったし、めっちゃ難しかった気ありますね、うん、これはまあ文句なく2位、これ超えるんかってのが1位です。はい、1位セイントセイヤコラボ光サガ、はい、モンスト界が生んだ最強最悪の超究極ですね。これはやばいっす、うん、難しかったっすね。だからなんかね、難しいっていうかね、なんか技術で埋められる難しさじゃないんですよね、うん、これは、うん、理不尽理不尽ですね、うん、これはやばいっすよ本当にマジでやばい。どういうところかっていうと、まあ、まず全ステかな、全ステージにあった気がするんですけど、ビットンがあるんですよ。まあ攻撃すると壊れるビットンなんですけど、ワンパンとかではないだよね。ダメージが蓄積してってある程度ダメージを与えるとそのビットンぶっ壊れるんですけど、壊れたら即死です即死死にます、はい、あ死んじゃうんだ。でね、すごいのがね、普通にステージの中央とかに置いてあるステージあるんですよ。え、意味わかんないじゃん。ステージの中央にそのビットン置いてあって、端端にゾンビループみたいな、あバカかと。え、そのゾンビループだから、簡単に言うと天魔試練の間でさ、3の鬼丸とかさ、オオクイヌシとかスターステージあるじゃない。あそこでさ、右下ゾンビ左上ゾンビを処理するステージあるじゃないね。あそこさ、ゾンビループ難しいじゃん。ゾンビちょっとずつ削って最後に強いやつで一気に倒すみたいな、あれ簡単にゾンビも倒せるぐらいのヒットポイントじゃないじゃん。あれより硬い、
はい、まずね、まずあれより硬いっていうイメージを持ってください。あれより硬いようなゾンビのループがあるのに、あの天魔試練の3の真ん中ぐらいに壊したら死ぬビットンが置かれてるって思ってください。やばいでしょ。それが道中マップこれやばいっしょ。でもマジでそんな感じだからね。本当にそんなレベルに意味不明なビットン、うん、なんかビットンに家でも爆破されたんかっていうやつが作った。もうね、やばいっす。相当嫌いだと思う、ビットン。うん、もうとんでもないっすね。もう殺意がすごい、うん、ビットンが1個置かれてるんですよね、うん、それがまず大前提ね、うん、なのにもかかわらず普通に6ターンとか5ターンとかで即死打ってくるような反射印とかがポツン置かれていたりとか、当然ゾンビループをやりつつのその反射印処理かつビットンも意識しなきゃいけないよっていうのが当たり前のようにマップで出てきますと。はい、これどっちね、意味わかんないじゃん。いや、そう、あれがよかった。そう、なんか全マップ難かったんですよ。そう、それがむずいっすね。だいたい今のクエストって鬼門って言われるステージがあったりするよね。はい、なんで、まあ、ショーで言うと3マップ目とボス2が鬼門になってたりとか、まあ、人によって違うと思うんだけど、まあ、そういう鬼門マップっていうのが用意されてるんだけど、もう全部鬼門、全部鬼門なんだ。もうこれこれのせいでもうやばいっす。で、光サガのもう一個やばかったところが心折ってくるんですよ、うん、ショー負けたらどうします？もう一回ショーに挑めばいいっすよね。光サガ違うんですよ。出現条件ってのがありまして、その前常設のクエストがあって、その常設のクエストに戦闘セイントセイヤのコラボのキャラを入れて、その攻略闇サガっていうクエストを攻略すると光サガっていう EX ステージみたいなのが出てくるんですよね。で、それで EX にあと挑戦できるんですよ。だからその1回挑戦するのに闇サガっていうのを毎回クリアしなきゃいけなかったんですよね。意味不明じゃん、うん、で、あの難易度よ、うん、もう狂っちゃうよ、うん、狂っちゃうじゃない、もう狂いましたもん当時。やばかったんだから。これは本当にクソ、一言で言うならマジでクソでした。本当にやばかった、うん、もう実験されてた、うん、もうね、制作者さんがもう研究者で、俺ら実験体よ、本当に実験体。どこまでストライカーが耐えれるかっていう、実験でもしてたのかっていうぐらい、やばかったっす。めっちゃ難しかった、本当に難しい。でもそれゆえにね、やっぱ勝ってゲットできた光サガっていうのに価値が生まれたんですけど、当時めっちゃ難しかったと思いますね。はい、じゃあボス戦のお話をしましょう、うん、こんだけ絶望感のある話をしてるのにまだボス戦行ってません。ボス戦からは今の要素すべてまた出てきます、出てくるんですが、それに加えてアナザーディメンションが、はい、あの、いや、光サガの必殺技ですね。アナザーディメンションって言って、まあ、言ったかは覚えてないんですけど、アナザーディメンションってくるんですよ。で、このアナザーディメンションがすごくてね、当たった味方、ポーン、まず1万ちょっとのダメージが入りつつ、なんか知らないけど、なんか友情ロックプラス、なんか気絶だったか麻痺だったか、なんかモヤモヤのなんかロックの状態みたいに入るんですよ。動けなくなります。うん、意味わかんないでしょ。うん、マジで意味わかんないからね。意味わかんないでしょ。だってゾンビループとか、ね、即死6ターンとかで倒さなきゃいけないんだよ。なのに動けないやつ一体作ってくるの、意味わかんなくないですか。もう人の心とかないんかって、これ本当に意味わかんない。でもまだ原作剤は歓喜だったんだろうね、うん、だからなんかクロスレーザーもさ、なんか2本重なった細いのさ、威力高め出してきてさ、火ダメージもちゃんと高いしさ、うん、なんかちょっとわけわかんないですね。もうこれ以上言ってしまうともう暴言チャンネルになってしまいますんで、もうこれぐらい止めますけど、いや、なんかもう本当やばかったっすね、うん、で、そのイメージを持ってずっと光さがむずいむずいむずいってイメージがあって、それが薄れてきてむずいってイメージだけ残ってたのが今だったんだけど、動画見て思い出しちゃった、うん、あれやばかったわって、さすがに思い出しちゃった。もうこれ以上むずい超究極は今後俺生まれないと思います。てか生まれちゃいけない、うん、生まれちゃいけないよこれ、ダメ、これめっちゃ難しかったわ、そう考えると、うん、なんかね、難しいって言い方もちょっとね、生ぬるい、もう理不尽、理不尽ですこれは、うん、これちょっと理不尽の領域に入っちゃったんじゃないかなとは思いますね。はい、っていうのをパーッと話していったんですけれども、一応ね、今回割愛してるところでいっぱいあります。難しかったけど、今回、まあ、入れてないクエストってのがある、まあ、プッチだったりとか、まあ、プッチシンとかも結構難しかった方に入ると思うし、ディオとかお父様とかも難しかった記憶が俺の中ではあるんですよね。でね、1個だけ例外っていうか、その省いたやつがあります。ブラッドレイ、はい、これブラッドレイってこういう長距離の時に必ず語られるキャラの一体だと思うんですけど、これバグでむずかったんですよね。
はい、クラーケンとか、ブラッドレイであったバグなんですけれども、開幕の白爆発が確かそもそも7万ダメージ8万ダメージとかから始まったんですよ。意味がないじゃん。当時のヒットポイント高くても10万だったのに、開幕で8万ダメージとか受けてから開幕するビビる超究極があったんですよね。結局バグで半分ぐらいだったのかな、ダメージがね。で調整されましたけど、当時それがやばくて、あまりにもむずすぎると、これ間違ってんじゃないかって、実際間違いだったんですけど、あの時のブラッドレイは食ったほど難かったです。はい、なんでちょっとねあれなんですけど、まあバグだったからその本来の難しさじゃないってことで省いております。だからブラッドレイは入ってないなんですけど、パーッとランキング付けした時に何が入ったかな、はい、ディオ、プッチ、お父様、クイーンメタリア、クイーンメタリア確かに難しかった記憶ありますね。でその次だにショウガ、俺は難しかったんじゃないかなと思います。ムザン、あ、じゃあ、スクナとかその辺よりはちょっと俺は難しかったかなと思うんだけど、で俺今回のショウの超究極ってめっちゃいいなと思ったのが一つあって、ちゃんと技術でムズい。思いませんでした？え、マジでちゃんと技術でムズいんですよね。うん、だからその理不尽な即死が早いとか、あとはもうなんか、ね、吹き飛ばされたアイテム取っちゃうとか、入れ板があるとか、なんもない。マジで技術でムズい。だから難しいんですよね。だから長くやってる人ってよりは最近始めたばっかの人でもキャラがいても難しいって感じる人すごい多かったんじゃないかな。めちゃくちゃそれで難しかったんですよね。だから技術面だけで勝負してるクエストの中では過去でもトップクラスに入ってくるんじゃないかなって思うぐらい難しかったと思いますね。はい、なので今回難しくて感じてる人だったり、みんなクリアしてるのにクリアできないって人は全然安心していいと思う。ちゃんとむずいですこのクエスト。なんでまあだからこそ、まあその過去のね、その難しかったってクエストの話になったりしたのかなっていうふうに思いましたね。これは難しかったと思いますね。はい、ただまあさすがにトップ今までで一番難しかったとは言えないですけど、ここ最近の中では一番難しかったんじゃないかなっていうぐらいには難しかったと思いますね。はい、なんでね、まあ皆さんのね過去に難しかった超究極みたいな話もねちょっと聞いてみたかったりするんで、よかったらね皆さんもコメントでそういうの書いてっていただければなと思います。よろしくお願いいたします。てことで、懐かし話含みながら過去の超究極振り返っていきましたが、本日も動画のご視聴皆様ありがとうございました。いいね、このちょっと落ち着いたモンストロ期間ってこういうなんか好きな動画撮れるから俺すごい楽しいんだけど、はい、またねなんかそういう動画でも撮ってほしいってのあったりしたら、ぜひぜひそういうのもコメントでお待ちしてますのでよろしくお願いいたします。よかったら最後にチャンネル登録高評価もしていただけると嬉しいです。ということで皆様また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ、ありがとうございました。